はい、どうも、リッチです。さあ、今回はハイライズモグというゲームをやっていきます。さあ、今ね、ここに超高層ビルを作っていまして、このね、中のレイアウトを決めていくような超高層ビル経営シムゲームですね。やっていきましょう。お金もマックスでいきましょう。こんなんね、アレバルだけいいですから。武将はその分なしかな。火災が起きるんですね。大丈夫大丈夫。お金使って放置するんで、よし行きましょう。なんかオフィスとか、まあ、住む場所とか作って感じで、まあ、その何階は何みたいな感じで分けて、20階以上あるのかな、まあ、かなり高いねビルを経営するよと。で、配置はなんかこうね、平面に置いていくんじゃなくて、まあ、立体的というかね、普通に大きな場所にポツポツポツとエリアを埋めていく感じで、かなりね、大きく施設を置いていけるんですが、とりあえずは聞いていきますか、彼の話をね。まずカメラ操作ですね。もういいかな。これこうね、動かせるよと。で、次タイムバー、ポーズ1倍2倍、5倍と進められるよと。まず作り方だよね。次は異常処分だね。で、建物建築メニューカテゴリーが、5つあるよと。てか、ここさ、わかりやすくしてくれてんのかな？水道管とかがあってって感じね。ここの区画しか出てないんだね。で、まあ、カテゴリーは床と壁。まあ、これが一つセット。で、あと部屋。この部屋をね、テナントとして埋めていくよと。で、外観、まあ、木とかかな？で、パワーグリッド。電力とか。うん。で、ディテール。ディテールとアウトドアの違いが分かんないですけど、内装と外装かな、多分ね。ここにあるよと。ディテール。ディテールは外に置いたりもできるのかな？っぽいね。で、次、電気ですかね。パワーグリッド。まあ、下にあるような電力とかをつなぐ場所だよと。まずはね、ラインというか建物がないんで分かりづらいですけど、上とかにも繋いでいくのかな。ここにね、ジェネーターがあるから発電して繋ごうねっていうことで、一気にしちゃったな。ここで、まあ、貯めたりもできるんで、つまり管理するための、次、アウトドア。まあ、これは外に置くものですね。いわゆる。基本的には外観なんですけど、PR、人を呼ぶ効果とか、R&D、研究に対してブーストをかけてくれると。で、ルーム。人々が入る場所ですね。オフィス、働く場所、アパートメント、住む場所とかありますね。これ壁。じゃあ、廊下で繋ぐんだね。これが廊下みたいで。で、ユーティリティ、トイレとか、スタッフが住む場所ね。人を雇ったりもするよと。エレベーター、超高層ビルですから、これ絶対いるよと。人の輸送に関わるものね。で、ドア。これは外と繋ぐものだよね。これかな、基本。これ回転するやつじゃない、中で。で、サービス。カフェ、ジム、これ。何かの場所ですか？で、ボーリングね。遊ぶ場所ですよ、主に。で、下が行ったけど、最後に、フロアと壁だね。これがフロアで、あとは、外に置く床。なるほどね。こういう草原、草で埋めて、あとビルを置いていくと。先に埋めればいいかな、これね。どっちなんだろう、ベーシックフロアが先なのかね、地上が先なのか。やってみようかって。いくらかかるんだろう。そんな高くないね。これ一旦埋めちゃってと。で、上とかには人の情報とかありますけど、ここで始めりゃいいかな。これ、ランドロードプラン。使用料ですね、オフィスとかの。で、スタッフ。これ中で雇う用務員ですね。3種類いて、用務員が掃除、
消防士が火を消すみたいな。でエンジニアが部屋を直すよと。まあ全員いるんでしょうね。で資金繰り25,000、100,000、500,000で借りられると。で PR ポイント、 PR ポイントは訪問者に対して有効だよと。住んでる人とかには関係ないんだよね。でゴール、目標、ゴールに達するとお金と PR ポイントがもらえると。ああなるほど、達成すべきだね。まあ一応人口数、お金の獲得数、研究の進み方とかいろいろあるみたいで、進めれば勝手にいけるのかなと。でポリシーはこのビルの中の決め事だね。例えば上のフリーファイアアラームであれば、うちがねこの火災報知器をタダで提供して火事が起きる確率を減らせると。ただ5000ドル毎月かかるわけだね。まあ作れるかも。でこれフロアがあって、あできるけど0から25回目なんだこれ尋常じゃないね。よし、ちょっと置いちゃう置いちゃう。まずどこだっけ、これが中だよね。まあ、どうしよっかな、こんなもんでいいかな最初って。ちょっと3くらい前開けてね。おおできた、一気に窓多いなでちょっとなんか減らしてみたいなね。一部入り口作ろうか、この辺に。違う、押せて、あ押せてないのかここら辺をそうそう削って、あ下も消えちゃうんだね。ちょっと入り口っぽくしたいかな、ここをね。でどうするんだ、扉か、扉だね。忙しい忙しい。扉ルームにあったんだけど、これですよね、横向き変えられるのかな、変え方が分かんないですけど横向き中ではないよね。あ置ける、ここに。いや向き変えたいな、どうやってやんだ。 R じゃないんだよね。マウスでもないか、ちょっと待って、すごい難しいよ今。可能性模索してますけど、ちょっと開こう。コントロールあるかな。タブキ、珍しいなタブで変えられるみたいです。あ来た来た来た。じゃあこれ置こうか。これ置けないの、これどういう状態にすれば入るんだろう。こうじゃないの、外から来るんだよね。ここら辺に壁あればいけそうだけどな。多分通常置けるはずなんですよね。置けないな。あれさっきこの辺置けたよね。あれここ置けんの、ここはいいとして、狭い。あここ置けるね。あねこれ窓に置くの、もしかして。あんそうでもないな、置けるんだったねあれじゃあちょっとその扉消そうか。あまあいいか、一応なんかね緊急時というかあった方がいいかな。ここでね10人くらい詰まったらもう出なくなっちゃいますから。これでまあ入り口はできたよと。でオフィス置きたいんだけど、まずこれだよね、これ廊下で区切るんだよと。どう、ああなるほどなるほど。ちょっと待って、ここが廊下になるのかな。で、あれも入れてないか、こうしちゃうと。これ繋いで、いきなり広がりすぎてないかな。ああ、でもそっか、これがなくなると、こうやって変わっちゃうんだね。あそっか、ここに繋がる廊下あってんのか。ああ、じゃあ、じゃあ3マス、2マスでいいか、2マスで、ここをまず入り口ちょっと難しいな。これ2マスを置いて、いやここで入ってきてこの閉塞感ちょっとやだねじゃあここにエレベーターかな。じゃあまっすぐ行って、すごい大変だけど、つまりこの辺でなんか T 字路的にもう
十字路かにして、まあこうせざるを得ないというか、まず部屋を置いていくしかないね。1階といえばよ、サービスじゃない？やっぱビルって1階にカフェとかあって、上の方に行くほどなんかね、専門的なものがあるみたいな。これなんか待つみたいな場所欲しいよね。ほら、ちょうどいいちょうどいい。電気がないと、あ、電気施設地下じゃない？でも大体地下はないから、うん、00階というか1階だよねこれがね。ってなると、そう、太陽光、あ、外いるな。こんなんてさ、こんな都心にあるようなビルに置かれるんですか？だっけ、なんかね、何機だったかな、なんか連続で置くみたいになりましたね。レフトシフトか。レフトシフト、まず調整してレフトシフトをしっぱなしにするとかってね、連続で置けますよと。キャパシティがこの辺に作るか。5000ですね、5000。ちょっと先に廊下広げよう。いや、自由だけど、これを何？これさ、1、2ってやってるの。あ、待って、今の。一応ここまで行けるようで、まあまだね、1回しかないんであれですけど。向き違う、向き違う。逆向きに回転してる、今。こんな感じで今上に行こうとしてると。はぁ、大変なことしようとしてるね、今ね。なかなか操作感がね、まだ独特で慣れてないんですけど、一旦繋いじゃうか、これ。これなんか、別に、目に見えるもんでもないでしょ。カフェに繋いでないのかな。あ、繋いだ、繋いだ。で、発電量は1000と1500なんで、太陽光の方がいいけど、クリーンパワーっていうのがあるから、これ環境線するけど効率がいいよって感じか。いや、これもちょっとね、今 SDGs と ESG がうるさいんで、太陽光でいこう。これ何、これパワーポール、これも中だよね、どう見ても。こうか、上にやるのかな、多分。そうだね、エレベーター的な感じかな。なんかこれ外観この辺とかもいいんじゃないの。中に、まあ置けばいいのか。だからこういう感じだよ、置くとしては。置き方としては。だからここら辺もうちょっと、廊下作ってやってみようかな。1マスとかだもんね。あ、もうそしたらさ、こう。こういっていいんじゃん、こうやって。まだ何も取ってないんで、ちょっと大変ですね。まだまだ何も動こうとしてない。もっと1パートでいけるかなと思いましたけど。ここね、ちょっとなんか管理ルーム的な感じね。上どうしようね。こっから繋ぐのも決めちゃう感じにする。で、一応電気管理はできるようになったかな。維持費払ってるんで、これなんか、人でやるわけじゃないのかなというところで。どうしよっかな、ここ何入れよう、この辺に。悩ましいね。トイレとか置くか。この辺のなんかね、トイレでいいんじゃないの。ちょ、エレベーターの方も置きますか、ここに。まあ、近い方がいいよね。まあ、ここら辺にしようか、一応。ね、近すぎてもあれなんで。こういうの2つあるんだよね。もっとあるか。いや、まあ、人来てないのにやってもしょうがないね。とりあえずオフィス置きましょうか。全く進まないんで、これじゃあね。スモールストレージルーム、倉庫みたいな感じか。でもレンタル料1200ドルかかってるんで、ただ PR マイナス1。下がっちゃうんだ。で、ここ研究ね、やっておきますよ。開いておきましょうか。さあ、ここから研究をする場所だよというもので。新しい建物を開けていくと。で、これ一番左 R&D クローゼットね。これを使って研究を進めていくよということで、まずこれ置かないといかない、いけないよと。よし、ちょっとオフィス置いてみましょう。1階のここちょっと人住まわせるか。
今度埋めた方がいいよね、確実に。2×3、これはこれは家ですか、レンタル料というかテナントの数が違うんだね。1か4かか。ここちょっと1階、マンションの1階ってやっぱり安いと思うんですよ。これかな、一つ詰め込んでみよう。つまり 3×4 だね。だ、奥に3もすればいいというとこで、ここにつけて余ると思うんだよな、これ。あー、ちょっと余ります、謎のスペース生まれますけど、完成と。ここに溜まりそうだね、あそこにね。で、電気どうつなげばいいんだろう。こうやって一歩っていいよね、そんな複数にしなくても通るよね。過電流になってとかないよね。よし、まあ値段が増えるから一本でできる限りいって、でこれね一生来ないと思うんです。っていうのも、ここだね、トランスポートっていうのがあって、ここでね人を入れるんだよと。さっき研究でチラッと見たんですけど、まあ、ここでね、気づいた方は本当にこのゲーム攻略できると思うんです。ここにバスストップ、バス停があるんで、まあ、今はねこのタクシーが降りる、タクシーが止まる場所があるよと。でこれが来ないと人が来ないんで、置いて、5秒に1人かな、2つほど置きましょう。でこれ人が訪れるだろうと。初めて始まるよこれで。ちょっと一旦これ閉じようか。さあ見てください。これを25回やろうとしますから、今からとんでもない話ですよね。あ、来た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 、ようこそ。あれ、あそこ、あその入り口良くないね。あ、でもカフェから入れるっていいかも、いいかもしんないね。でここの一応ホテルなのか、でもテナントだから借りるんだよね。これ料金変えられるけど 100% 超えていいみたいですね。これはピープル、ナンバーピープルいる人数で、今日増えたのが4人と。でここで借りて生活するのが分かります。まあ彼らがね、彼女たちが暮らしていって、フード、これご、なんだろう、物品かな、エンターテインメント楽しさ、ショッピング、これジムみたいです。食料、ジム、楽しさ、金遣い。そんだけだね。で給料が月に5800ドルと。ってことは月に7000ドル使えるかな。うん、あ、でここやっぱ安いんだね、来る人々が。金持ってやつはこっちに来ると。つまり彼らからむしり取るために置かないといけないのは、置かないといけないのはサービス。ジムとかは、つまり月で出るけど、これ何、そんな入るもんなの、月がかりで。あ、微妙な大きさずれてるの気になりますね。どうすればいいんだ、ここら辺に置きたいかな。つまり廊下をちょっとこだわった、あちょっとここら辺からさ、こうすらいけるかな。ちょっと細かな調整がいるね。ボーリングなんてこれクレイジーな形ですから。あーいいね、来た来た来た、1階にボーリング場か。ちょっと待てよ、これよくわかんないから置いてみるか。カフェはあるから、あとジムね。この辺ちょっとなんだろう、多目的な感じかな。ここね、よし。で、切って切ってと。ちょっと進めてみようか。これ黒字なのかな。こちら雇われですかね。ターナウッド君。ビジネスオーナー。あ、そっか、オーナーが来るんだね、ここにね。なるほど、なるほど。あれ、これ回転数入らないじゃないか、こっから。予備で置いたのに、それはね。これもオーナーかな、じゃあ。アンティークショップかなんかですかね、これね。
ビジネスオーナーです。あ、そっか、そういう、そっか、ビジネスさせるためのレンタル料か。いや、これいいね。全然ちょっとできてないですけど、すげえ自由度高いな、作り方の。いや、ここはちなみにスタッフルームなんで、てかスタッフ雇わないといけないね。業務員、火事なんて起きないでしょ。エンジニアよ、とりあえず。で、ここで休憩してもらいながら掃除とかしてね。よしよしよし、来たよ。これ住む人々がサービスも利用したりするんですけど、多分こうね、人が外からやってきて、ね、こう利用してくれると思うんで。消しちゃったな。大丈夫ですかこれ。消しちゃったのか。大丈夫か。維持費もかかるけども、テナント料書いてないか。あるオーナーは書いてあるかな、これね。ノーレントが今いない状態です。客がいないんでしょうかね。多分、置けないよって出てるから大丈夫よね。よかったよかった。作り変えちゃったんじゃないかなって感じでしたけど。PR の60になってる今、一応。お金使って、デュレーションは来たんですよね。1ヶ月で1000ドルか。たまんないです。これで PR ポイント勝手に高まってんだな。勝手に報酬としてね。いや、とりあえず人住まわせるか。人の数だけで言ったらこっちの方がいいんじゃない？やっぱ人がいるほどビジネスはね、活況になると思うんで。ちょっとはみ出るな、常に。そう、気になりますね。閉じてもダメなんだ。はい。よし、新しくここで暮らせるよ。扉もないんだね、ここね。すごいプライバシーはないですけど。あ、これ。あ、来た来た来た。ヒルだ。ありがとう。オーナー来ましたね。レンタル料ですけど、これ開いてもわかんないんで、こちらで見れますかね。サービス。カフェレンタル料2000ドルで、一応月の維持費が500ドルってなってますね。うん。電気を入れた場合ちょっとわかんないけど、まあ、常にどれも利益が出るような計算になってると。人がいればね。どんどんこれでお金を稼いでいくんだと。ちょっとね、最初手こずったりしたんで、時間かかっちゃったからね、一旦これ、やめるとしましょうか。続けるにしてはね、壮大になりそうなんで、ちょっとまあここで、一旦終わりにしようかなと思います。まあ続けるからね、未知数ですけども、まあこんな風に建物を置いてって、巨大なビルを作ると。今はね、それこそ選べる選択肢があんまなかったので、ちょっと待ってね。ここだけ気に食わない。最後に。せっかくの私の扉を冒涜されている。だって消すんだっけ。扉を押せばいいのか。扉これね、消します。こう使ってもらいます。で、今ねこんな感じで、いろいろ多目的ですけど、例えばね、この3階か4階か分かりませんけど、一つのフロアはビジネスだけみたいな風に分けて、そのオフィス区画を作ったりできると。まあ、ビルってこうね、階ごとに入ってるものが違うんで、そういう分け方ができるんだよね。で、その人が住む場所もそれこそ分けたいんで、なんか一番上は人の住む場所でね、この個室だけあるみたいな。で、なんかエレベーターからすぐ家みたいなね、そういうちょっとおしゃれな感じもできたりするし、どういう風に作っていくかっていうのはかなり自由度があるのかなというところですね。It's sleeping sooner.